回しっぱなしじゃん。え？そうそう。これがバッ、あれよ、あの、要は、バッテリーとか太陽に持ってるとできる裏技ではある。で、これを無編集で出すって言ってんだからひどいよ。ひどいな。ただの定点カメラなんで。うん。だけ寒いと外で食べるラーメンうまそうだね。そうなんだよ、ね、ちょうどいい時期ではあるんだよね。こんな外でラーメン食うってないもん。これはいいね。こういうの上がるね。ね。結構20代の頃はこういうのね、ふらっとやったりすることが多かったけど、30代入るとなかなかね、やる相手がいないしね。うちの場合だからもうカメラを回すので、そういう一緒にちょっとこういうバカなお出かけをしてみたいな気分を味わってもらえたらなみたいな、まあ、完全に劣化版水曜どうでしょうではあるけどね。完全劣化版だよね、基本コンセプトは確かに近いからね。だいたいうちの企画名の作り方とかシリーズの作り方とかね、言ってもらったら影響を受けたのがバリバリバレるな。この前も静岡に行った企画は桜咲くやから、桜咲くやから、ね、よくあの桜駅がさ、あのやるやん、あの取って、はい、あの入場券をさ合格祈願でやってるやつやん。でも桜だけやん、桜だけやん、桜咲くまで行かんと合格できやんやんっていうので、桜神社と咲神社に行って合格祈願をするっていう。咲くってあの長野の、思ったら長野には咲神社ってないんだよ。で調べたら清水にあるってなって、静岡の桜神社は四日市になるやん、これは救いやったけど、四日市は桜神社があるね。ただあれだけどね、桜駅の方にはないからね、なんてことを言っとったら書きました。桜ラーメン、ああ屋台だ屋台だ。じゃあ早速食べていきましょう。はい、じゃあさあってことで食べてきましたね、桜ラーメン、屋台店なのかな、うまかった。いや行っちゃいましたね、特大写真出しとくけど、三玉入りか、あーこれはいい、これはお腹パンパンす、これは幸せだって言っとったらね、ちょうどシアさんから電話が、あちゃこちゃが入っとったんで、かけてみたいと思います。なんでだったっけ、なんでかけたんだったっけ、おいすー、あごめん寝てた、ごめん今あのちょっと車は止めたもんで、はあ、お疲れ様です。いや、キッシーさんと出かけとったもんで、あ、ついに YouTuber デビューするとなっちゃった、キッシーさん、そう、撮影に来ておるわけでございますよ。まあ、何せ、これから撮影する時間も編集する時間もいくらでもあり余ってるからね。だって、この正月の、ルーティン聞いたらすごかったもん。すごいな、ゲームして寝て食べてしてるだけじゃねえかと。ということで、じゃあ YouTube できるんじゃねえかということで、今ね、ちょっとね、千里まで来てんだわ。そう、いや、名阪国道ずっと急道で走っとって、途中でかかってきて、いや、もう戯れた、戯れた、4匹いた。そうか、了解です。まあ、ゆっくり寝てくださいね。そうだね、おすまんね、じゃあまたあいつ、ダメだ、疲れて寝てる、寝落ちかかっとったね、あの電話の感じは。勝手にシュークリーム食べます。ああ、どうぞどうぞどうぞ。まあ、そのうち慣れてきたカメラがこっちの方に向いてくから。今日はあれだけどね。ってことで一応そうだね、じゃあ生駒山見たことないんだったら生駒山行ってみますか。雪だけどうかちょっと、あとスカイラインが通れるのかだけちょっと確認するわ。23時、もうちょうど閉まったところ。そっか、だから七時ぐらいまでは通れとったんや。帰りたい、あのよくない、ちょっと朝までにはね、あれ帰りたい、
朝までにはね。でもこれから先もっと楽しいあの発見があるかもしれないよ。でもここまで走ってきたから、これ最下ラーメンに出会って美味しいラーメンを食べることができたのに、はい、はい、それはもう、うん、それはそれ帰りたい帰りたい、うーん、帰りたい、すごく帰りたい。いやいや、そこまでは帰ってみていいけど、まあ、ちょっと親に言ってればよかったな。別に今電話すりゃいいじゃん。もう23時寝てるからね。あ、そうなんだ、うん、まあでも大丈夫か、うん、任せますわ。大丈夫でしょ。いや、帰りたいんだったら帰るって言っててもしまずだけど、はい、ここからですね、うん、まああれだったらどういう帰る、帰って行っても見てもいいんやけど、はい、やっぱ普通に帰ったらね、だよそれはね、うん、じゃんけんしましょう、うん、どのルートで帰るかみたいな、はい、じゃんけん、はい、じゃんけんしましょう、はい、これから、はい、交差点があれば現れます、はい、じゃんけんして勝ったら、はい、四日市方面に向かいます、はい、じゃんけんに負けたら、はい、畑岡の方に向かってきます。あ、いいでしょう。それを繰り返していきましょう。でじゃんけんに勝ち続ければ無事四日市にたどり着きます。はい、なんかね、こういう時のね、無駄に勝っちゃいそうな気がするんだよ、私。ん、こういう時って、いよいよいよ、あの、勝って普通に四日市に帰るんだったらそれはそれでありやから。はい、いやなんかフラグかもしれんけど、うん、普通に帰れそうな気がします。それか、最初に出しとった案みたいにね、うんうん、キッシーさん勝ったら左に曲がる、はい、俺が勝ったら右に曲がる、うん、アイコだったらまっすぐ行く。もうそれでいいんじゃないかな。これで行く。もう四日町名とかわからなくなるし、うん、あ、そう。でもこの、まあ確かに言うていつも迷子になる人間やからあれやけど、じゃあそれで行きましょうか。本当にそれが四日市方面なのかって、はい、でもそんな、じゃあそれでね、もうナビ見ずに、うん、じゃあ果たしてこれで四日市に帰れるのかね、全てはじゃんけんかかってますということで、はい、一応これで夜行ってみたいと思います。では行きましょう、はい。